1859年の開港以来、港を中心に発展してきた横浜市では、市民、事業者、行政が一体となってゴミの減量、リサイクルを推進しています。ここ南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場は、焼却工場から搬入された焼却灰などを埋め立て処分するため整備された海面の処分場です。私たちの家庭から排出されるゴミは、燃やすものと資源化するものに分けられます。燃やすゴミは収集車によって焼却工場に運ばれ、焼却を経て最終的に残った焼却灰が廃棄物最終処分場に埋め立てられます。南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場は、横浜市中区にある南本牧ふ頭に位置します。ここは横浜市内で稼働する唯一の一般廃棄物最終処分場で、2017年10月にオープンしました。埋め立て面積は 16.4 ヘクタール、埋め立て容積は400万立方メートルで、水深は一番深いところで35メートル、大きさは横浜スタジアムのおよそ13個分の容積に相当します。最終処分場の構造は大きく分けて3つ、中の水と海を仕切る遮水護岸、埋め立てに使用する浮き桟橋、中の水をきれいにする排水処理施設で構成されています。この最終処分場は2007年に着工し、約10年を費やし完成しました。焼却工場から出る焼却灰は周辺に飛び散らないよう、トラックの荷台の蓋を閉め、灰を湿らすなどの適切な処理をして処分場に持ち込まれます。また事業所からの廃棄物は、持ち込み禁止のものが入らないように基準に沿って検査・確認をしています。持ち込む廃棄物の種類により、管理事務所で分析などをしてから計量器で重量を測り、埋め立て場所へ向かいます。搬入された廃棄物は指定された場所まで進み、浮き桟橋を使って投入されます。浮き桟橋を定期的に移動させることで、広範囲に薄く層を重ねるように埋め立てを行っていきます。廃棄物を一定の高さで埋め立てていきます。最終処分場内の水位は、廃棄物の埋め立てや雨が降ることによって水位が上がってしまうため、一定の水位になるようコントロールしています。水位が上がった場合は、最終処分場内の水をポンプで吸い上げます。ポンプで吸い上げられた水は、排水処理施設でろ過、沈殿、微生物などを使って処理・浄化します。排水処理の状況は常に監視しています。処理・浄化した水は海へ放流します。このように
周辺環境に影響を与えないように配慮しています。他にも周辺の海の水質の調査、砂ぼこり防止のための散水、最終処分場からの退出時に行うタイヤの洗車場など、ここでは環境保全のためあらゆる角度から細心の注意を払っています。私たちの日常生活の中でゴミの処理は避けて通ることができない問題です。市民一人一人がゴミの減量、リサイクルに取り組むことで埋め立て量が減り、市民の財産である最終処分場を長く大切に使うことができるのです。南本木第5ブロック廃棄物最終処分場では、これからも周辺環境に配慮し適正な運営管理に努めてまいります。